今日は肉じゃがが結構残ってるんで一品だけ作ります。小松菜と油揚げとえのきを使います。だし醤油と水とお砂糖を少し入れた中にそばえのきを入れて、お揚げさん、ちょっとかさ減るまで煮てきます。かさ減ったんで、小松菜、全部入れちゃう。とは好みの硬さに煮るだけ。うちはクタクタの方が好きなんでよく煮ます。肉じゃがも火を通し直してきます。できた。よく。手の具合で。でけた。こいつも見直したんで、なんでいいかな。ということで今日の晩ご飯は肉じゃがの温め直したやつと、昨日の南蛮漬けの残りと、まだある、あとちょっとだけふき、小松菜とえのきと油揚げの含め煮、以上でした。